山本乃木太郎一枚のの地図、A、検事の論告被告恭介は前科こそは持っていないが元来意志の弱い男であってことに犯罪に対しては。 何らかの動機誘導に動かされる時はすぐに働きかけるという危険な性質を持った男である満戦放浪中その同僚であるところの芝純一の遺産を横領しようとして果たさなかった事実コスモポリタンに出入りして常に不良と交わり詐欺脅迫に類した行為を常習としていた事実 あるいはまた新聞広告を利用して他人の秘密に立ち入りあわよくば金を採取しようと企てた事実しかもそれらの事実はいずれも与えられたる動機による犯行で被告京介が何らかの動機誘導に動かされる場合はいかなる罪を犯すやも計り難い危険な性質の持ち主であるかを記している さらに被告京介はこの種の犯罪人の通有性であるところの放浪壁を持っている彼が妻子を捨てて満遷を放浪したのはもちろん東京に多少の負債のできたこともその原因の主なるものであったことはもちろんであるがその負債は別段京介が身を隠さなくとも解決の方法はいくらもあったのであるしかるに 京介の意思の伯弱と持って生まれた放浪性とは容易にその妻子を置き去りにして彼を満戦の地に飛びさしめたかような伯弱な意思と天性の放浪性と思った被告であったから満州から東京へ帰ってからもしかも妻が自分の名札を掲げた家に住んでいる事実を知りさらにまた 長詰ハムの工場に彼を誘ってその改心を促したのであったがそれでも被告は容易に待っている妻の懐へ帰ろうとはせなかったその間被告京介はさらに美鈴というカフェに出入りして鈴代という女給とも関係しているこうして一方に鈴代というものを持っておりながら被告はまた妻子を忘れることができなかった 時々妻を訪ねてかわいい子供の顔を見たりした時などは明日からは必ず家庭の人になろうと決心するのであるがその夜また美鈴へ行って鈴代に会うとすぐに鈴代の愛に溺れて妻子を忘れるという風で妻子もかわいいが鈴代も捨てられないこうして宙に置かれた被告京介の医師が 何らかの動機に誘導せられない限り容易に決定さるべくもないことは前に述べた通りでその京介がついに妻と同棲するに至ったのは彼が鈴代を捨てて妻子に帰ったというのではなくいずれとも決定せない気持ちのままで同棲したに過ぎなかったのであるかような状態で再び結びついた京介夫婦の生活が円満に営まれるべきはずがない ことに京介は妻と同棲の後も鈴代との関係を継続していたことはもちろんでそれが第一家庭の不和の原因であったこの危険な夫婦生活に一つの安全弁となったものは長男の太郎であったもし太郎が生きていたならば本件のごとき事実は起こらなかったかもしれないのであるが 太郎が死亡してから夫婦の間柄が一層見学になったことは当然のことでことに澄子が腸詰めハム製造の事業に失敗して資産をなくしたというのはこれも京介の心をため直すための嘘であって事実は以前にも増して澄子は多くの資産を有していたのであるが既に京介に絶望していた澄子は。 その拒んだこれは澄子としては当然なことであったと言わなければならないすでに夫婦としての愛情を失った2人はさらに太郎の死亡によってその経験を取り去られたからは京介はただ澄子が持っている五六万の金に未練を残してその身辺を離れようとはしなかったものである ちょうどそうした状態にある時鈴代は執要に京介に同棲を迫ってやまない被告京介においても住子の心がすでに自分から離反していることを知っているので一日も早く鈴代と同棲したいと思うのであったがそれにしても先立つものは金であるどうにかして住子の持っている金を自分のものにしたいと考え 色々な策を巡らしたたのであったが住子の警戒が厳重なために容易にその目的を達することができないそこで被告京介は「この上は住子を殺してその財産を自由にするより他に道はない」と考えその機会の到来をひそかに待っていたそしてついにその機会が来た バツバツ年9月中旬澄子は都くに優れない健康を養うために北国山津の温泉へ単身出かけ旅館西屋に滞在したのであるそして予定の2ヶ月の期間が残り少なりになった11月7日被告京介は澄子から「今月1 2 3日ごろ帰郷する旨の手紙を受け取った」 その手紙を受け取った被告はこの好機を逸してはならぬと考えひそかに東京を経って同月9日山津温泉に到着し加賀谷に宿を取ってひそかに住子の同棲を伺っていた覚のごとく被告楠田恭介は住子殺害の目的をもって山津温泉へ出かけていったものではあるがもしそこに 京介の殺意を実行に移すについて何らかの誘導的な動機が起こらなかったならばおそらく被告京介は隅子を殺害しえなかったかもしれないがここに一つ京介にその誘導的動機を与える最も適当な事件が待っていたのであるそれは被告京介の警察並びに検事局 あるいは予心艇における各聴取書に現れている通り山津温泉に到着後の京介はできうる限り人目に触れることを避けて四十一室にこもりがちで宇宙に入るさえできるだけ人の少ない時を選んでいたくらいであったがそれほど人目を恐れた被告が10日1112の3日間午前中各1回約2時間外出している。 これはスミ子が毎日午前中1回は必ず日課のように観音公園を散歩するからであるそしてその時を除いては他に目的を達すべき機会がないからである彼はその3日間スミ子の後をつけて観音公園を徘徊したのであったがスミ子が1日は旅館の女中と2人連れであり1日はスミ子一人であったが ついその機会を失っていまだ目的を達するに至らなかったしかるとその第三日目である十一月十二日被告京介は「今日こそは」という決意のもとに旅館を出た以上の事実は加賀谷旅館の女中太田友の証言によって明らかであり十一月十二日 被告京介が旅館を出た時間を太田友は午前10時頃であったと証言している旅館を出た京介は観音公園の表上り口とは反対のバツバツ永寿病院山津療養所の横手の道を上っていったこの時の様子を被告は警察署において次のごとく自白している 英寿病院山津療養所の併用で外れて2丁ばかり行きますと短いがかなり急な坂になっておりますその坂を上りきると左側は山になっておりますが右側は2軒ばかりの緩い逆勾配でそこには短い笹田の草なぞが生えておりますそしてその2軒ばかりの前方からは 急なな谷ににっているように見えましたちょうどそこに通りかかった私はふとその二軒ばかりの前方の急な谷になっているだろうと思われるその出っ花に一輪の花の咲いているのを見ましたそれは何という花か知りませんが白い綿を丸めてその一端を赤で染めたような 美ししい花でありましたただ今から考えてみますとあの場合そんな道端の草花などに心を惹かれたことは不思議な感じがいたしますがその時ちょいとその花に目を留めた私は何気なく足元の雑草を踏み分けて花の傍らまで参りました。すると その真下約一軒ばかりのところにある松の枝に一人の男の一死体を発見したのであります。被告京介がこの一死体を発見したことは被告自身のためには不幸であったと言わなければならまいなぜなればもし被告がこの一死体を発見せなかったならば次の 住みこ殺しはあるいは未遂に終わっていたかもしれないこの点被告京介のために多少の同情は持たるがしかしその遺死体を発見してから後の被告京介の行為は純然たる悪党ぶりで業も同情の余地なきはもちろん 被告が遺師体を発見した不幸に対する少しばかりの同意さえ抹殺されなければならないのである被告京介はその遺師体を発見するとたちまち彼の作った計画を変更したその後の行動を被告は警察において次のとおり陳述しているそこで私はふと思いつきまして谷へ降りていきますと。 医師者の体を十分な注意を払って調べてみましたそれは私がとっさに思いついた計画をこれから実行しようとするについてその計画を破るような遺書あるいは遺留品などを死者が持っているようなことはあるまいかと思ったからであります死者の懐中からは一個の紙入れが出てきました その紙入れは革製のもので一方には一本の万年筆が挿してあり果樹自在のペーパーが挿入されたものでした私はそのペーパーに何事か記してはないかと調べてみましたがそれには何事も記してはありませんでしたその一方を開いてみますと10円紙幣が2枚と若干の小銭名刺23枚 新聞紙の切り抜き他に書留郵便の受取書などが入っておりましたそれで私は金はそのままにしておいて他の書類は全部破棄しようと思いましたがまた思い返してその3枚の名刺と1枚の切り抜き郵便の領収書などを自分の紙入れに移し入れ なお、死者の着衣のたもとを調べてみますと23本の金口タバコの残った革製のケースを発見しましたがこれはそのまま死者のたもとに残しておきましたと陳述している純子を殺害する目的で観音公園に登っていった被告京介がその途中において一輪の花に心を留めさらに1個の石体を見て とっさにそのの殺人方法の計画を変更ししかもこの陳述のごとく落ち着き払って綿密なる注意のもとに医師者の身辺その周囲等までも捜索し事故の計画の障害と目すべきものを取り除いたこれらの行為は被告京介がかつて満千放浪中にその友柴純一の死体の頭部に 疫狼を注射した事実と思い合わせて被告京介の大胆とその犯罪の計画的なることに驚かざるを得ないかくて被告は医師体を検視終わりもはや自分の計画の障害となるべきものなきを確かめてそこより約1兆半の丘上にある観音堂の裏手に身を潜めて住子の来るのを待った。 西旅館に登宿後の住子の日常については同旅館女中赤坂愛の供述によって明らかであってただ時々東京から手紙が来ることそれに対して返事を書くこと雑誌や小説などを読むこと毎日観音公園に登ることのほかにその日常に変わったところのあったことを述べてはいないそしてその前夜 すなわち11月11日の夜その翌12日の朝までの住美子の行動についてはかく述べているのであるその前夜11日の夜金沢から奥様のところへ電話がかかってまいりましたそれ以外には別に変わったこともございませんでした ただ平勢と少し変わっていたことと申せば、とこにおつきになる前に、なんだか書き物をしておいでになりましたために、平常よりは2時間ばかりもお休みになる時間が遅くなったご様子でありましたが、別に御用もなかったと見え、お呼びもございませんので、午後9時ごろ、ちょいとお座敷をお伺いしたのみで、その夜は、 そのままお座敷へはお伺いいたしませんでした翌朝「住子が観音堂で殺された朝は」は平常の通り午前7時ごろお目覚めになりましたそして日課のようになさっていた観音公園の散歩にお出かけになりましたのは9時ごろであったかと存じますそれには 私が手すきのときにはおもすることにいたしておりますが、その朝は私の受け持ちのお客様でお立ちになる方がありましたので、電車の停留場まで参っております間に、一人でお出かけになったのでございます。と陳述している。この陳述からは、すみこの死について、何らほかからその原因を求めることはもちろんできない。 すなわち寿美子はただ平常の通り観音高原へ散歩のために登ったものである寿美子は観音堂に参拝を終わってその横手からつま先上がりの坂を登り切り畑の霧の小杖越しに町の家並みと柴田湖の見下ろせる位置にまで来るとそこに設けられた自然木の切り株に腰を下ろした観音堂の裏を抜け出して 密かに後をつけてきた京介は、純子の腰を下ろしている切り株よりわずか1軒の距離にある記念牌の影に一旦身を潜めそこで自分の巻いていた金舎のへこ火を解いてこれを身にし機械を待って記念牌の影を出て柳輪に後方から純子の頸部にこれを巻きつけ力任せに引き締めたものである。 被告、京介がわざわざ腰に巻いた金車のへこ帯びを取ってこれを狂器に使用したのは石体の発見後とっさにその計画を変更したため使用すべき狂器を持ち合わさなかったためであることはもちろんであるが石体の懸垂が金車のへこ帯びによってされていたことを見ている被告が同じ金車のへこ帯びを強行に用いたことは賢明なやり方であると言わねばならない。 もちろんその現場に死体を放置してはあまりに早く発見される恐れがあることを知って被告京介は記念牌の後方から谷へ下り約1丁半の中腹の窪地に住子の死体を運んだしかも京介は計画上また自分の風邸上住子の頸部からそのへこ帯を解き放さなければならないのであるが あまりに早くそれれを解き去るると蘇生の恐れがあるそこで用意周到な被告は死体をその窪地に下ろして約20分間時間の経過を待ったのであるこの点については当時現場を見分したバツバツ巡査部長の見分書に死体の傍らに金口タバコの吸い殻2本落ちちれり という一文によって被告京介が15分ないし20分間その死体の傍らにあったことを考え得られるものである寿子の絶命を確かめた後被告は死者の頸部からへこ帯を解いて大胆にもこれを自分の腰に巻き観音堂にはくだらずして現場よりなお2丁上手にある楓敵を迂回して 山津療養所の紙手に出て再び医師隊に到着するや医師者が海中に所持していた紙入れより万年筆を抜き取り同紙入れに挿入されたペーパーに今自分が考察してきたばかりの住子の死体の位置を明示せる図面を書きそのページに万年筆を挟んでこれを医師者に懐中せしめた。 かかる場合、個人の常識によって考えるならば自分に好都合な遺書を偽造しそうなはずであるまた事実こうした場合に遺書を偽造した前例も少なくはないのであるが被告京介がこの場合ただ線のみによって作られた図面を残すにとどめてこれに一文をも添えなかったことはさすがに悪党楠田京介であると本職は感心せざるを得ない。 がしかしながら京介が文字の鑑定は容易であるが線の鑑定は困難であると考えたことは甚だ幼稚であったもちろん線の鑑定が文字の鑑定よりも困難であることは事実であったが数十本の直線と曲線とよりなる本件証拠物件の図面のごときは鑑定人の鑑定を待つまでもなく その鑑定は誠に容易である。果たして鑑定人は「要するに本図に現れたる各線ならびにその構図は被告人の作成せるものと甚だしく類似せり」と鑑定を下している。核のごとくにして用意周到にその目的を達した被告京介は さすがにその闘争の経路の大事なことを知っていたのであるから、被告はいたずらな小細工を弄することなく、その足ですぐ旅館に帰り、その浴帳を聞きをするという大胆な方法をとっている。本件死体の発見は、前述犯行のあった日から50日を経過した後で、しかも、まず山津療養所の裏の男の医師体の方から発見せられ、 その死体が懐中していたところの紙入れから出てきた図面によって被害者住子の死体のあることを知ってこれを発見したというすこぶるおあつらえ向きに被告京介の計画にはまっていったわけでさらに被告にとって好都合であったことは山津巡査部長派出所が無責任な嘱託警察医の懸案に謝られて 総計にもこれを上司と認めてしまったことであるそして男の方は身元不明のために仮埋葬の処分に付し一方被告京介に対して純子の死体引き取りを紹介してきたもので被告京介は何食わぬ顔で純子の死体を引き取りこれを仮葬に付しその遺産約5万円は。 当然古守である被告の所有に期しここに全くその目的を達したのである以上の犯罪事実はその証拠十分でありますから刑法の適情により被告楠田京介に対しては最も重き刑をもって望まれんことを希望する次第である A 弁護士の弁論 検察官閣下のご論国を承っておりますと本件犯行の動機並びに経路等まことに理路整然と一点の疑いを挟むべき余地すらもないもののごとくでありますがこれはかえって本件がいかに証拠に乏しい事実であるかを証拠立てるものでありまして検察官のご論国のすべては遺憾ながら独断的な想像によって作られたる 一変のののででああるかの感が致すのでありますまず第一検察官閣下は被告・京介の成功についてはだしく謝れる観察を下していられる本弁護人は本件におきましてこの被告の成功に関する認定は非常に重大な関係を持っているものと考えておりますので被告・京介が いかなるる者であるかかとということを十分明らかにしておきたいと思うのであります検察官閣下は被告の満遷放浪中の事件コスモポリタンに出入りしている事実あるいは腸詰めハム工場等の事実を引例して被告がある動機に出くわす時はいかなる滞在をも犯しかねない危険な素質の持ち主であると論断されておりますが。 検察官が引礼されたこれらの事実は、むしろそれとは反対に、被告・京介がいかに善人であるかを記しているものであると、本弁護人は考えるのであります。検察官閣下は、被告・京介は非常に意志の弱い男であると申されましたが、これは誠にご名言でありまして、例の通り、被告・京介は非常に意志の弱い男でありますが、 大体、意志が弱いと申すことは、善人であると申すことと同じ意味ではあるまいかと、本弁護人は考えるのであります。意志の弱い悪人なぞと申す者は存在しない。悪人は大抵意志の強い男である。この意味から申しましても、被告京介は善人であると申すことができるのであります。さらに、 検察官が例に用いられました3つの事件につきましてもおののの事件におきまして被告の演じております役割はすこぶる同桁ものでありましてよしその行為が犯罪の性質を帯びておりましょうともその社会的影響は非常に希薄でと申すよりもむしろ滑稽に近いもので第三者がこれを見るときは ご愛嬌より以上には出ないものでありますこれは被告京介の持つ人の良さが投影するものでありましてこの3つの事件は被告の善人であることを知る最も良き材料であると本弁護人は資料いたすものであります裁判官諸行におかれましても本件記録に変哲せられたやけどした笑う人肉のソーセージ 流れ三つ星この4つの資料をご通覧下さいましたならば必ずや本弁護人と同じ勘を致されることと信ずるのであります核のごとく善人であるところの被告が検察官のご認定になるがごとき勘案なよほどの悪党でも成し当たわぬような残忍な犯行を成し得るでありましょうかもし検察官ご論国のごとく 被告をして核のごとき犯行をなさしむべく、その動機を与え、これを誘導強さしたものがありましても、おそらく被告京介は頭を抱えて逃げ出すでありましょう。いずれの点より考えてみましても、本件犯人としての被告京介は、あまりに意志の弱い善人でありすぎるがゆえに、かかる 感覚残忍なる行為はなし得るところではないと本弁護人は断言いたすものであります次に検察官ご論国の犯罪の動機はこれまたすこぶる薄弱たるの恨みがあるなるほど夫婦間が円満でなかったことそれには美鈴の鈴代が介在していたこと二人の間の経血であった一子太郎が死亡したこと それによって二人の交渉がますます悪いものとなっていたこと等は事実でありますが住子を殺してその財を得ようとしたというご認定はあまりにも独断であると申すより他はないのでありますなるほど鈴代が被告京介と同性を熱望していたことは事実でありその間に鈴代の兄で CC の匿名に隠れている秘密結社バツバツバツの盗目大木戸蓮太郎の駐在も事実ではありますが検察官ご論告のごとく決断の力を持ち合わせていない被告京介は未だ鈴代と同棲しようという意思さえ持っていなかったのであります仮に検察官ご論告のごとき必要に迫られたといたしましても 住み子の財産を自分の財産とするには他にいくらも方法がある例えば妻の印鑑一つを偽造することによって銀行の預金を引き出すことも自由であればまた不動産を売り飛ばすことも容易であるしかも相当に教養のある被告京介が何を苦しんで本件のごとき厄介千番な手数をかけて 殺人と申すがごとき不利な方法にいずる必要がありましょうかことに被告と住子との間柄は不和であったとは申しても互いに相手を見舞いとするほどの間柄でなかったことは住子が山津温泉から被告に送った手紙によってもわかることでありますその手紙の一節にはこちらは本当に静かで良いところですね 夜になりますと山の向こうの日本海から遠雷のような海なりが時々聞こえてきます夜によっては寝ながら湖水の路線を聞くこともできますなどというものもありますさらにスミコは気境の日取りを京介に知らせてきておりますこれらの事実を見るとあるいはスミコは なお一流の望みを京介の上にかけていたのではないかとさえ思われる点さえあるのであります被告京介におきましてもただ財産を自分のものにしたいと思う点のみで澄子の身辺を離れなかったと見るよりは澄子のこの心を感じていたものではないかと本弁護士は考えるのでありますかく感じきたりますと 本件が検察官ご論告のごとき動機にありと断定せられることに反対いたさねばならない次に本件犯罪の手段についてはさらにより以上の疑念を挟むべき余地が多く発見されます本件におきましては被告京介の警察署検事艇予診邸における自白のほか証拠となるべきものが甚ははだ少ない しかも被告は当後判定におきましてはその自白のことごとくを翻している自白の証拠力については今更論ずるまでもないことでありますが自白なるものが往々にして一辺の捜索である事実はくどくどしくここに隠れするまでもないことでただ被告人の自白が他の証拠によって裏書きされた場合にのみこれを信ずるに足るものであります しかるに本件におきましては、被告京介の自白を裏書きする何者もない。しかも被告は、当公判定において自白を翻している。第一、被告は、その距離に近い関係上、山津温泉へはたびたび行ったことがあって、その知性などはかなり詳しく知っておりますが、本件犯行当時におきましては、被告は、 絶対に山津温泉へ行ったことがないのであります被告京介が山津温泉へ行ったのは警察から純子の死体引き取りの通知があって後初めて行ったものでこの点については証人として取り調べを受けている加賀谷旅館の女中太田智は被告の首実験の際顔の傷は似ておりますが どうももう少し背が高かったように思います」と陳述し同旅館の女中福本よしはその人の顔はやけどの後は耳の後ろのところでちょいとハゲになっていたように思いますがこの人にはそれがありませんのでちょいと不思議には存じますがどうもこの人のように思います と各陳述いたしておりますがこの曖昧な証言をもって加賀屋旅館へ武藤作之助と称して投縮した男を被告楠田京介なりと断ずるはあまりに危険であると本弁護士は考えるのであります広い世間であります断面にやけどを負うた者は被告京介のみではありますまい その武藤作之助なる者の,の身元がただ一夜の取り調べで不明と申すことになっております以上なおさら被告京介をもってそれなりと断定することの危険は申すまでもないことだと本弁護人は資料いたすのでありますただ本弁護人が最も遺憾とするところは被告京介のアリバイとしてはただ美鈴の鈴代の証言があるのみで 他に完全ななる証明のないことでありますこの鈴代の証言は真実であろうとは思われますが被告との関係においてその訴診される力の弱いことはやむを得ないことでありますがしかし一方において前に述べました曖昧な旅館の女中たちの証言のみをもって被告京介なりと断ずるの危険なる場合におきましては あえてこれ以上のアリバイを証明するのようもまたない次第であります。被告・京介の自白調書書中、その自白の最も真実らしく思われる点は、石死体発見の情であります。ことに、綿を丸めて、その一端を紅で染めたような花、云々の情に至りましては、 実にその自白の真実なることを思わせるに十分でありますがしかしながらこの聴取書を作成された警察官はこの一句を聴取書中に再録せられたがために本聴取書を全然効力なきものとしてしまったなぜかと申しまするにこの陳述自白は被告京介が党後判定において述べておりますとおり 尋問が3日も続いて心身ともに疲労尽くして朦朧とした意識のうちに前夜明け方近く留置場に戻されついうとうとと加水した間に見た夢であると申しております次の日の誘導強制あらゆる手段を尽くした尋問に被告は立ちながら再びこの夢を見たのである。 そして小説家であるところの被告京介は夢見るがままに供述したものであろうと察せられるのでありますしかし本弁護人は被告の自白が夢を語ったものであるからという意味でその効力を運為するものではないのであります白い綿を丸めてその一端を紅で染めたような花と申しますと言うまでもなくそれは 草の花でなければならないしかるにイネムリソウの花は初夏から真夏へかけて開く花であって秋には開かない少なくとも9月中旬以後にその花を絶対に見ることはできないのでありますさらに念のためにその甲に開く花を物色いたしましてもその頃に 被告の陳述に該当するような花は他にないのでありますこの一字をもってみましても本聴取書は被告の夢を再録したる一辺の創作にすぎない従ってその証拠力において全然価値なきものになることは明白でありますしかしなお一言この点につき復元しておきたいと思いますのは陳述自白が 当時の医師者の持ち物着衣その他の点で一致するのは何に原因するものであろうかという点でありますこのことにつきましては本弁護人はあまり多く言うことを差し控えたいと思うもので前述の一時によりましてこの聴取書がいかにして作成されたものであるかが明らかになった以上これらの点について符号いたすのは 当然ででああると思うすべきでありましょう。しからば物的証拠はどうであるかと見まするとすこぶる伯爵であると申するより他はありません本件唯一の物的証拠たる図面でありますがこれが被告京介の作成に関わるものかどうかという点につきましてはただ一辺の鑑定書あるのみでありますしかも本鑑定は はなはらしくずさん極まるものでありまして、線と性質について何ら科学的に研究していない、ただ常識的に述べられたる一遍の意見書である。本弁護人はこれをはなはら遺憾といたしまして、当後半におきまして再鑑定の申請をいたしたのでありますが、残念ながらご採用を見るに至らなかった次第でありますが、本弁護人が、 この鑑定をもって何ら価値あるものにあらず一辺の意見書に過ぎずとなすゆえんのものはその鑑定の結論において鑑定人は「認無と印字しながら次にはこれを抹消して「類似数と訂正しているのである言うまでもなく「類似スとは似ているということであろうと本弁護人は考える 似ているということぐらいであれば別に鑑定人を煩わすほどのことはないので誰にでも素人にでも分かることなのであるそれほどまでにまたこの言葉は価値なきものでありまして少なくとも本件のごとき重大なる事案を断ずる資料として取るに足らざるものと本弁護人は資料いたすものであります次には 住子の死体の傍らに落ちていた金口巻きタバコ MC についてはこれまたあまり多くを論ずるの必要はないのであります本件におきましては被告京介も MC を吸っておれば医師者のたもの中にも MC は残っていたさらに加賀屋旅館に武藤作之助と称して泊まった男も MC の吸い殻を火鉢の中に残していったのであります 強にに用いいたというへこびに至っては分析の結果は何ら強行に用いた痕跡を認めずかえって身長以来水に入れたることなきものという被告にとって有利な証拠となっているのありさまであります。終わりに臨んで本弁護人は被害者住みこについて少しく論じてみたいと思うのであります。 すみ子の身元疎光につきましてはただ一通りの調査に終わっておりまして別に不審な点を発見せないようでありますが本弁護人の調査しましたところではすみ子は謎の女という感じがいたすのであります第1すみ子はコスモポリタンへ迷子のように入り浸っていたそして彼女を取り巻く男たちの中には小説家あり 俳優あり画家あり音楽家あり実業家あり相場師あり外人ありという有様でこれらの男たちは住子をを中心ととしてて常に活動の渦を巻いいいたという事実がありますみ子が実家から受け継いだという5万円も実はこれらのうちのある男から提供せられたものだという噂も相当に根拠のあるものらしく。 こういう生活をしていた女でありますから、その内面がどのようなものであったかは想像に堅くないのであります。しかも住子は、京介と同性の後もコスモポリタンへ通うことをやめず、ことに京介と鈴代との交渉を知って以来、さらに太郎が死亡の後は、ほとんど死亡時期的にコスモポリタンへ浸っているということでありますが、 本件の起こる23か月前からスミ子に5万円を提供したという噂のある男の失敗とその男とスミ子との間がスミ子を取り巻く連中の問題となってにわかに彼女の人気が落ちてしまったそういう噂、あるいは事実を総合して考えてみるとスミ子が本件のごとき押しを遂げたその原因は あるいはその辺りに敗退していたものではあるまいかそして住子にはそれが必然的な運命ではなかっただろうかと本弁護人は考えるのであります核のごとく本件を感じくるならば被告京介の性質においてその動機においてまたは犯罪の経路において何ら 被告、京介をもって犯人と目すべき理由はなく、さらにその証拠に至っては一つも取るべきものはないのであります。従って、本件被告事件は、当然証拠不十分により、無罪のご判決を賜るべきものと信ずるのであります。この弁論があって数日の後、 楠田京介は無罪の宣告を受けたその後京介が鈴代と共に銀座を歩いている姿を時々見かけたものがあるということである。